たまばー、リカでーす。リカでーす。これ辛さ10倍に、しびれもマックスにしてますから。すごいな。神回でーす。あ、すいません。はい。あの、今、辛い料理を僕より先に早く食べられたら1万円差し上げるって企画でちょっと YouTube 撮ってるんですけど。1万円？はい、1万円です。え、さっき食べたら？はい、僕より先に早く食べたい。1万円？はい、本当にあげます。僕より先に早く食べたい。でも今お仕事中だから、キャッチしてるの。あ、キャッチしてるんです、うん。じゃあ、買ったら、はい、うちのお店で1万円分飲んで。お、全然いいですよ。いいんですか？だったら、わかりました。リカでーす。リカでーす。なんかバーみたいな感じですか？ガマバー。あ、かしこまりました。じゃあそれで行きましょう。どれぐらいやられてるんですか？こっちのお店は半年ぐらい。違うお店入れるともうすぐ1年ぐらい。わりかし最近始められたんですか？うん。それまでは何をやられてたんですか？アパレルとかいろんなお仕事して。接客業好きだったから、ただ酒飲める。週何ぐらいで出勤されてるんですか？今。毎日？ご出身はどちらなんですか？東京。恋愛対象は？恋愛対象は男性。ちなみに今、彼氏さんとかいらっしゃるんですか？まあ、めんどくさいからいらないもん。普通に友達として飲んでたりするのは、全然楽だけど、はい、使うのがめんどくさい。彼氏さん立ててあげなきゃいけないとか。何年ぐらい彼氏さんいないんですか？半年ぐらい。その、なんていうんですか、性行為みたいな。うん。されたんですか？やっぱそれは。する。それはどういう風にやるんですか？そう。もう。普段辛い料理とか食べられますか？韓国料理屋さんとか連れてかれたら食べる？今まで食べた料理の中で一番辛かった料理って何ですか？蒙古タンメンに連れてかれた時は死んだ。本日の試合会場こちらにあります。ここ四川担々麺赤黒でございます。本日食べていただくのはですね、これ四川担々麺、まあ赤でも黒でもいいんです。一応これをトッピングさせていただきます。10? はい。お、死ぬね。意気込みは？お店のために頑張ります。10倍。10倍きました。熱々ですけども、具材これネギ、白髪ネギ、ひき肉、ピーナッツ、カシューナッツですね。これ辛さ10倍に、しびれもマックスにしてますから。さすが四川だね。ほら。本当にもう。やろ。いけない子だね。伸びちゃうよ、伸びちゃうよ。あ、ごめんなさい。ちんちん伸びちゃう。3、2、1、いただきまーす。いい。すごいね。うわ。黒。黒ですね。うん。熱い。うん。うん、すごいな。猫舌なのがちょっと辛かった。うん、すごいな。うまい。うまい。うわ。ああ。
うわ、勝った。マジですか、めっちゃ食べるの早いですね。頑張れ。暑かったよ、でも美味しかったです。この企画、今日で8回目ぐらいですか。8回目、初めて負けました。神回です。すごいな。中本とどっちが辛かったですか。中本。え、でもちょっとしびれ効いてたじゃないですか。美味しかった。悔しい。3分ぐらいで食べてましたもんね。いや、すごいな。吸い込みがえぐかったですね。なんか1万円かかってたし、結構今までの人は最初は勢いいいんですけど、途中からスープいけないっすわとかペースダウンするんですけど、全く落ちない。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。全然今口とか痛くないですか。全然。今からリカさんのお店、ヒゲガールの姉妹店でーす。あ、そうなんですね。ミックスバー。ミックスバー。オカマがいたり、ニューハーフいたり、ゲイがいたり。はいはい。いいもやん、はい、これフリです。ひばいだな。じゃあシャンパンとかやめてくださいよ。シャンパンだと言っちゃう。勝利1万円おめでとうございます。はい、ありがとうございます。勝利のビッシュ。またちょっとぜひリベンジさせてください。あ、ぜひぜひぜひ。負けたらここに来ると。いや、ボトルキープしといた方がいいかもしれないよ。リカさん2杯目です。今日はありがとうございました。